石川かすみのかすみんチャンネル、4月になりましたね。新しいスタートが始まってる方も多いと思います。新生活といえばみたいな感じで今日は見てもらいたいと思います。ではスタート。おはようございます。ただいま何時だ、8時26分、朝8時26分です。今日は、洋服の青山さんのゼロプレッシャースーツの記者会見です。あのですね、今からスーツに着替えて記者会見に臨むんですけれど、これが今日の衣装です。これ撮影の時にも着たんですけど、本当に軽くて本当に動きやすくてすっごいびっくりしました。今回、三浦さんと中山さんとご一緒させていただいて本当に光栄ですし嬉しかったです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。笑いが大きくなる記者会見は初めてだったので、すごく自分自身楽しかったです。この本当にゼロプレッシャー、びっくりするぐらい着やすくて、肩も凝らないんですよ。なんかスーツって私の今までのイメージだとこう肩が凝るイメージがあったんですけど、本当に今記者会見にこう
出てる間も全く体が疲れないので、緊張した時とかにもすごくいいなっていう風に改めて思ったので、皆さんゼロプレッシャーで新生活とか、まあ、新しいスタートって4月が始まる年だと思うので、新しいスタート、ゼロプレッシャーとともに始めるのはすごくおすすめだなと思いました。今日3月28日なんですけど、4月って言えば多分皆さんこう新しい新生活が始まる時期なのかななんて思ってるんですけど、皆さんはどんな4月になってますかね。私はですね、今年は新しい挑戦が4月たくさんありまして、まず一つはパリオリンピックに、新しく選手と違う立場でキャスターとして、パリに行くことになったので、選手のこう皆さんのオリンピックまでのこう道のりっていうのがそれぞれストーリーがあると思うので、まあ、自分自身もそうだったとは思うんですけど、それをこうなんか伝えられたらいいなと思うのと、やっぱりこう感動と興奮っていうのをすごくオリンピックっていう舞台は熱い舞台だと思うので、それをこうテレビで見てくださる皆さんに精一杯その熱さ感動と興奮を全力で伝えたいなというふうに思っています。これが配信される時にはこの前インタビューさせていただいたブレイクダンスのブレイキンのシゲキックスさんのインタビューが出てると思うんですけど、新しい競技なんですよ。新競技、パリの新しい新種目の新競技がブレイキンが採用されて1回目のこうパリオリンピックなので、すっごく楽しみですし、いろいろこうお話を伺って、ダンスをこう間近で見れたことで迫力をすごく感じて、まあこれ本番のパリも楽しみだな、絶対現地で見たいなっていうふうに思いました。全力で応援したいなっていうふうに思いました。スポーツの取材をさせてもらうようになって感じてるんですけど、すごく近くで練習を見させてもらうことが何度もあって、それでこう改めてこう迫力とかこうなんかその圧倒される、その改めてそのスポーツの魅力っていうのを自分自身感じていて、楽しいなっていう風に、またいろんな話がを教えてもらえることで、また競技への理解が深まったりとか、あ、今度はこうやって見ればいいんだみたいな新しい発見もあったりして、すごく充実した日々を送っています。ですので4月、あと運転免許なんですけど、ずっとこれ言ってるんですけど、運転免許はですね、運転が免許学校は自動車学校は卒業しました。ですので次は最終試験に向けて、ちょっと最終試験は山口に帰ってテストを受けることになるので、しっかり1回で決められるようにしっかり勉強して頑張りたいなと思ってます。皆さんも新しいスタート、4月は新しいスタートを切られる方が多いんじゃないかなと思うので、いいスタートが切れる4月にしたいですね。私も、いいスタートが切れるように楽しい日々を、充実した日々を過ごしていきたいなと思います。ありがとうございました。ここからはですね、先日撮影したゼロプレッシャー CM の撮影現場をカスミンチャンネルカメラに密着してもらったので、ぜひ見てください。すごく頑張りました。ではどうぞ。今日の衣装たくさんあります。よろしくお願いします。靴とかカバンとかあります。こんな感じです。お願いします。お願いします。お願いします。皆さんこんにちは。お願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。お願いします。あ、司会さん、お願いします。はじめましてです。はじめまして。そうですよね。よろしくお願いします。
中山さんに会った時はあのテレビでもちろんずっと見ていたので、 あと LINE のスタンプとかもすごい使ってたんで、あ、中山さんだと思ってすごく嬉しかったです。よろしくお願いします。三浦さんに初めてご挨拶させてもらったんですけど、本当にすごく優しくしてて、あともうすっごいかっこよかったです。すっごくかっこよくて、あのお会いできて嬉しかったです。石川佳純さんです。よろしくお願いします。よーい、スタート。値段がもしかして9900円です。はい、カット。はい、カット。いいと思います。合間にはですね、あの緊張するとか、あの試合よりは緊張しないでしょうっていうふうに声かけてもらったりとかしてですね、はい、いろいろお話をしてもらいました。はい、わかりました。じゃあこれでやっていきます。青、よーい、洋服の青山、ありがとう。YouTube お邪魔してます。ありがとうございます。こんな暗くする、こんな暗くする。めっちゃ暗い。めっちゃ暗い。皆さんも言ってくれてる。めっちゃ暗くて残念。ありがとうございました。あの、初々しくてとても可愛くて、なんかね、小学生がいるみたいな感じがちょっとして。ありがとうございます。チャーミングなのにアスリートっていう、すごいですよね。その感覚が今回あのこの CM の中に反映されて、素晴らしい作品になるんじゃないかなと思っております。いいですか、写真撮らせていただいて。いいですか、写真お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。すっごいお優しくしてくれて、おかげさまで私も楽しく、最初すごい緊張したんですけど楽しくできました、はい。いや、そうですね、素晴らしいなと思いまして、あのと言いますのもですね、洋服の青山っていうですね、こう腕を見せるシーンがあったんですけども、やっぱりもうその時最初ねちょっと低かったんですよ。でももうちょっと角度上げましょうってね、監督さんがおっしゃられた時にもう一発で、そしてそのやっぱりアスリートということですかね、このポーズがめちゃくちゃスッと決まるという、やはりそのあたりはさすがだなと思いました。はい、きんに君さんのここの筋肉すごい、さすがだなと思いました。はい、それをちょっと緊張した時、ほぼらかすあの石川さんのギャグみたいな一個あれば。石川さんへのギャグありますね、わかりました。やっぱりね、石川さんへのギャグ、じゃあオリジナルギャグを、石川さんのオリジナルギャグをプレゼントしようかな。うん、じゃあこれです、石川さんへのオリジナルギャグをプレゼントさせていただきます。パワー、うそ、めっちゃ見たことあるけど。はい、これはもう石川さんへのオリジナルギャグをプレゼントです。はい、緊張された時は使ってみてください。ありがとうございます。ね、これから一人で撮影するシーンがあったんですけど、これがすっごく大変だったんですよ。発音がゼロプレッシャー。はい、カット。はい、OK です。あのプレッシャーのとこあるじゃん、あれが結構難しい。発音かなんか自分の思ったとできてないみたいで、それがちょっと難しいね。プレッシャー。
なかなかもう今声出すことないでしょ、こんなに大きな声。それがちょっと難しいです。プレッシャーの方がいいですか？プレッシャー、そうね、ちょっとプレッシャー、はい、バッグスタート。プレッシャーお願いします。はい、行きましょう。また、はい、ご自身のタイミングでどうぞ。ゼロプレッシャー、はい、カット。カット。はい、オッケーです。うん、イエーイ。これいつもからですか？3月の末。そうなんです。楽しみ。はい、撮影は無事に終了しました。パチ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 。ただいま夜9時です。イエーイ、ゼロプレッシャーのいろんな種類のお洋服をたくさん撮影をしたので完成が楽しみです。ゼロプレッシャーの CM、 あとは SNS ですかね、を撮ったので、あの完成を皆さん楽しみにしていてください。ありがとう。カメラ見て、すごい